はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。先ほどですね、これ次郎寿司さんが発信してたんですけど、まあ、海外のこれアメリカだと思うんですけど、 TRU スクールスポーツさんというね、まあ、YouTuber の方が、これボクシングマニアの方ですよね、発信してたんですが、やはりね、5月に、まあ、ルイス・ネリ戦、はい、井上尚弥 VS ルイス・ネリという話は、あるようですね。これは、大橋会長なんかは、全く知らないとは言ってるんですが、おそらく、これは、口にしないだけだと思います、まだ。まあ、タパレス戦前に、さすがに、まあ、言わないですよね。まあ、終わってから、これは言うんじゃないですか。まあさすがに5月となれば、もう交渉は始まってるんですよ。5月にやるのであれば。まあ会場とかも取っとかなきゃいけないですよね。そこで、日本でやるというのはやはりなさそうですね。日本で東京ドームなんかの話も出ていたんですが、これはないとのことですね。そしてルイス・ネリーが、まあ今回タパレス戦を見に来るというのは、まあ普通に見に来るんじゃないですか。まあ、招待とかは多分受けてないと思うんですよ。そこで普通に、まあ、見に来るんだと思います。まあ、普通にチケットを購入して見に来るんだと思います。そこで会場なんですけど、これがね、だからこの方はね、まあ、西海岸でやることは間違いないと言ってますね。まあ、アメリカはニューヨーク側とロサンゼルス側ありまして、まあ、ボクシングが盛んなのはやっぱり西側ですよね、ロサンゼルス。ラスベガス、あとメキシコも近いんで、西側は。そこでこの方はね、ラスベガスではなく、うん、ロサンゼルスで行うのではと言っておりますね。ラスベガスっていうのは、まあ、その居住っていうよりは、まあ、ギャンブラーの街ですよね。まあ、あと、まあ、世界中から集まる旅行者、まあ、成り立ってるんですよ。日本人が、その、ネバダ州に、そんなに住んでないんですよね。そしてね、これアメリカのどこが、日本人が多いのかというと、ロサンゼルスが、まあこれだと、まあ 67,107人となっておりますね。まあダントツで一番多いんですよ、日本人が。ロサンゼルスが。なので、この方はね、ロサンゼルスあたりで行うのではと言っておりますね。ただ、この方のこれはまだ憶測ですね。まあロサンゼルスといえばね、まあ先日、まあ大谷翔平さん、ドジャースに、はい、入団しましたよね。まあそこでね、まあ日本人盛り上げるという面においてはロサンゼルス開催いいのではないでしょうか。ただね、会場は、うん、どこになるか、もう5月なら会場取っておかなきゃいけないですよね。ロサンゼルスって言えばね、ステープルズセンターとか有名ですよね、大きいところだと。ただ あそこはあそこは大きすぎますよね。まああそこはレイカーズとかの、まあ、本拠地ですかね、ステープルズセンター。過去にデラホーヤなんかもね、ボクシングそこで試合してるんですよ。まあボクシングも結構ビッグマッチは行うんですけど、ちょっとあれは大きすぎますね。ステープルズセンターはね、自分ちょっとバスケの試合ね、ちょっとレイカーズ対マイアミヒートの試合見に行ったことあるんですけど、あそこはちょっとでかすぎるんで、ね、もうちょっとまあロサンゼルスのまあ1万人ぐらいの規模の会場でやる可能性はありますよね。まあ、このロサンゼルス系、ヒスパニック系ね、48.1% ね。まあ、ボクシング好きって言ったらヒスパニック系多いんですよね。ヒスパニックっていうのは、まあ、あれ、スペイン語圏ですかね。まあ、メキシコも含めた中南米系。こちらが 48.1% か。アジア系も多いんですよね。アジア系も 11.8% いるんで、これは多い数値ですね。なので、ロサンゼルス開催は、ありだと思いますね。ちょっとやはりまだラスベガスの、まあ小さい会場ならともかく、まあビッグ会場はまだ早いのかなと思いますね。ルイス・ネリあたりだと。ここで、ネリ側も、ネリ側というかネリのプロモーターですね。ネリのプロモーターのザンファープロモーションのトップ、ベルトラン氏も、うん、コメント出してますね。まあ大きな計画、5月にだから大きな計画を立てていると。まあ井上が良い結果を残せばおそらく 5月に井上と対戦することになるだろう。だから正直なところ私は
この戦いにとても自信がある。とてもいい対戦だ。ネリが122ポンド、スーパーバンタム級ですね。ここでは最高でないにしても、最高でないにしてもと言ってます。はい。最高のボクサーの一人であると信じている。井上尚弥選手はネリを待っているだろうし、ネリが戦いに勝つと信じている。なるほど。まあ、何も根拠なしで、このプロモーターも発信するわけがないんですよね。まあ、ただね、ちょっとね、やっぱりこのメキシコとかね、アメリカとかの、まあ、アメリカンジョークっていうのもあるように、まあ、盛り上げるためにね、こういう情報を出すっていうのも、まあ、ありますよね。そこで盛り上げて、対戦に持っていくというのも。昨日、自分井上尚弥対ダスマリナスの試合、やっぱり見たんですよ。まあ、あれ、ラスベガスでやった試合ですよね。やっぱりね、アメリカでやる試合っていうのはなんか見栄えがいいですよね。あと、盛り上がりもすごいですよね。まあ、あの試合、井上尚弥選手が、まあ、KO した後もスタンディングオベーションでしたよね。すごい盛り上がっておりました。あのね、きらびやかな会場、やっぱり自分好きなんですよね。これやっぱりアメリカでね、やってほしいと思いますね。あの、ダスマリナス戦ね、井上尚弥選手が、まあ、KO した後に、あれなんですか、ゴジラのミュージックがかかったのもすごい良かったんですよね。いや、だからミュージックセンスとかも良かったなって、はい、そう思ったんですよ。やっぱりネリーが日本のリングに立つことは多分ないと思いますよ。そして井上尚弥選手、昨日ですね、もうこれはみんな知ってると思うんですけど、YouTuber のインタビューに答えてましたよね。そしてデイビス戦は今のところ何も考えられないとね。まあ、それはそうですよね。まあ、今は、まあ、スーパーバンタム級なんで、全く階級違いますからね。そして、井上尚弥選手、こっから毎日多分ニュース出てくると思うんですがね。昨日ですね、井上尚弥選手がアップした、ドーピング検査。また来たって。抜き打ちで外国人がいきなり家に来るらしいですね。いやー、これ怖いですよね。いきなりスーツ着た外国人が来るんですよ。ピンポンって。それでいきなり血を取られる。これ怖くないですか？これなんか、日本人とかもついてるんですかね？一緒に。ちょっと怖いですよね。こんなの来たら。本当にこれドーピング検査なのかなと自分疑いますよ。いやー、それにしてもなんかドーピング検査をいっぱいやってないですか？井上尚弥さん。ちょっとね、こんなにやるものなのかなって思うんですけど、まあ毎試合ごとやるんですかね。なんか尿じゃダメなんですかね、例えば試合ごとかの。まあ何にせよもう試合来週ですよ。いやー、早かったですね。俺ね、無事勝ってくれればね、またその5月ルイスネリ戦っていうのが、どんどんニュースでいっぱい報道されていくと思います。いや、おそらくだから、まあ、西海岸のどっかの会場ですよね。サンフランシスコかもしれませんし。まあ、東っていうのはないんじゃないですかね。アメリカっていうのはね、そんなに娯楽がないというかね、日本ほど、そのいろんなものがあるわけじゃないんですよ。まあ、国がだだっ広くて、そういうスポーツとかに対して、まあ、すごい盛り上がるんですよね。まあ、その地元の選手が出るともうその地元ぐるみですごい、応援するんですよね。まあ、ロサンゼルスに住んでいる、例えば日本人からしたら、まあ日本人が活躍するっていうのは、まあすごい嬉しいことですよね。ここでね、やっぱり盛り上がるかと思いますよ。まあこれアメリカで試合やるとなったら、ちょっとね、なんか、キャンペーンとかも開いてほしいですよね。あと無料招待、抽選とか、はい。抽選で何名、無料招待とかね。ホテル、5泊付きとか、はい。それでロサンゼルスなんで、まあ、ユニバーサルスタジオとかもあるんで、例えばユニバーサルスタジオ入場券付きとか、無料ね、無料。いや、そういうのもね、付けてほしいですよね。ちょっとこういうの誰か企画してくれませんか？はい。はい、ということで、まあ、井上バーサスネリは、やはりね、これは5月あるということですね。まあ、とにかく、タパレス戦ですね。はい、最初に。はい、ということで、また続報入りして、こちらの方で放送していきたいと思います。それでは、これ聞いてくれた方は、チャンネル登録。あと、ツイッターね。はい。フォロー、ぜひ、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。